日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、本日はこちらスターバックスの、ね、新作ハロウィン用フラペチーノを飲みたいと思いまーす。ということは、あららー、なんかぐるぐる回ってるなー、あららー、スマホもいたずらされちゃったー。いたずら気づきの幽霊ちゃんたちだね。早く飲んでほしいのかな。それじゃ、チャンネル登録よろしくお願いします。この真っ黒でちょっと怖いフラペチーノ飲んでいきたいと思います。どんな味なのかな。それではうふふ、私たちのいたずら、あなたは気に入ってくれたかしら。ああ、ちょっとあっけに取られてました。まあまあ。確かにいたずらですね。だけど、フラペチーノとしての美味しさは本物。甘くて、あ、ほろーっとしてるのがいいですね。まろやかで、もっともっと飲みたくなるようなそういうフラペチーノです。だけど意外とあちらの甘さはないんですね。ちょっとついつい舐めたくなっちゃう。ケーキもあったらよかったんだけど振り切れてたのが残念。フラペチーノの詳細なレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。ってあら、幽霊ちゃんたちはまだいたずら好きなのかな。ぐるぐる回る。で、味なんですけれども、なんか見た目は結構怖いんですけど、味は結構甘めで、中にかぼちゃプリンが何かが入ってるのかな。優しい甘さが飲んだ瞬間に広がってきておしゃれ。チョコレートの甘さはあまり感じなかったですね。どちらかといえばかぼちゃの優しさでいたずらされるんですけど、ちょっと癒されるかなっていう感じのフラペチーノね。というわけで、今回飲んだスタバのハロウィンフラペチーノは、まろやかな甘さがとっても心癒してくれるので、5点とさせていただきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。